なんか昨日ね、ステージだったんだけど、野外だったんですよ。まあ屋根あるけどね。で、私ね、ちゃんと日本から日焼け止めを持ってきたんですよ。でも、ホテルを出る直前になって、日焼け止め持ってこうと思ったら、キャリーなくて、でもメイクさんとかから借りればいいかって思って、部屋出たんだけど、そしたら、メイクさんに持ってなくて、メイクさんが日焼け止めを。やばいって思って、あ、もう焼けるしかないって思ったら、ズッキーが「おだいりさんこれ使いますか？」って貸してくれました。ズッキーが日焼け止めを、本当にズッキーに一生感謝するって言って、もう日焼け止めを借りました。もう感謝、ズッキーありがとう。そうでね、さっき着替える時にキャリーの中にいたら、もう服の間に挟まってて、日焼け止めが。昨日出てこいって思いました。